演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちらマルハニチロのピリ辛ビビンバを食べたいと思います。冷凍ご飯ですね。マルハニチロの冷凍ご飯を何とか食べたことあるんですけど、ビビンバって初めてやったりしますね。あれ前にも食べたような気がするかな。あれだったような、あれ10カロリーだったかな。うん、まあいいや。とりあえず今日もすでに温めてあります。こういうところせっかちですよね、自分では。ビビンバというだけはきちんとちょっと見えにくいですけど、ほうれん草みたいなのも入ってますね。こういうのっていいですよね。お野菜も取れて、レベル低いけど、自分なんかハードルのレベルが低いような気もしますけど、レベル低いけどって失礼ですね。おっと、キノコとか人参みたいなのも入ってますね。ではいただきます。確かに強調はしていませんが、それでも後からジヤッときますね。でもそれがまたいい。ピリ辛なので、そんなに最初からジン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 来るような辛さではないんですけど、後になってほんのり下の方に刺激が残ってきますね。今も結構ビリビリ来るかな。でもそんなガーっていうような辛さでもなく、程よい辛さでとっても食べやすくて美味しかったです。ただ中の具材の主張がもうちょっとあった方がいいような気もしますね。冷凍食品だと難しいのかもしれませんが、というわけでこちらの点数とさせていただきます。それではリンカン学校を心現るよ光にを、リンカン学校の光で心がきっと現れたんでしょうね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。